はい、こんばんは、こんにちは。 Xbox One 版の剣の町の異邦人続きね、やっていきたいと思います。とりあえずね、転職しました。プロフィールファイター13になった時にダンサーに転職して、そのまま侍にすぐね転職してレベル上げて、今8レベルまで来てるところですね。あと黒井さんもね上げてます。バネッサ、まあみんな頑張っておりますよ。構図って読みますね。はい、じゃああとインフォね、インフォメーション、クエスト、これはちょっとスルーしちゃって、そうですね、今この異界への扉のクエストをやってるとこですね。でこのねグヌータ肝をね渡してきて奥に侵入できるようになったんで、そこの方に行こうかなと思っております。森の魔石からね行きたいと思います。はい、よし、ちょっと待ってね。よし、じゃあ行きましょう。ですね、こっちですね。あとですね、こういうふうにマップで設定して、まあここに行こうとするとね、オートで行ってくれると思ったんだけど、ここで切れてますね。じゃあここまでとりあえず行って、そっからまた次のとこねまで行くとして。おっと、戦闘ですね。やばいぞ。この上のやつは戦ったことないんだけど、ちょっとやばい。これはちょっとね逃げましょう。はいはいはい、まあとりあえずビール飲みながらねまったりとやっていきたいと思いますけども、一回寝落ちを済ませて寝落ちを済ませてじゃないけど、帰ってきてちょっとゲームしたんですけど寝落ちしちゃってね。で先ほど起きてゲームって感じですよ。ですね、戦術だった。一応戦う前に敵のレベルを確認ですね。これが結構重要になります。後方にシュラ鉄壁だから、3番目の今ファイターやってますけど、バネッサに関しては今後いずれ忍者とかね、そっちの方転職させていきたいなと思っております。今でこの4人目、ジャンは現状まあレンジャーやってるんですけど、まあどうしよっか今悩んでるところですね。一応乱れ打ちとか覚えさせてあげたい気もするしね。あと5人目ハイキャスト2連続で使える、2回分消費するよね。これを覚えたで転職もいいかなと思ったんだけど、ウィザードとクレリックはこのまま継続して、まあ、スキルの方を覚えていこうかと思っております。はい、お願いします。イエー、バトラックス強いからね、クロッカー一番強いよ。イエー、で、あとは高速で Thanks。 まあこんな感じで地味にレベル上げながらね、マップ埋めてないとこを探索しながらね。あ、ここ待ち伏せできそうだな。クロッカーは何かに気づいた。待ち伏せで、その待ち伏せできるポイントもね何箇所かあるんですけど、そこのそこで出るものが結構違ったりするんで、まず1段階
確認してみましょう。結構下着とかね、お、斧いいですね。ジャイアント。まあ、この戦っていきましょう。まあ、集中しといて、シュラ。うん、鉄壁。やっぱり足止め。これが結構重要ですよね。基本こんな感じで展開していきます。あと、うん、ファイヤー打っといて。結構、ディフェンドでもいいんだけどね。まあ、使っていこうか。オッケー、よろしくお願いします。反撃さえ食らなければ、あと、さっきピョピョって言ったじゃないですか。あの時結構高打、高いダメージが出る感じなんですよね。OK。いったんですね。ケンケンチも地味に。お、なんだろうなジャンヌ。まあ、これですね。おのおのおの。さて、鑑定しましょう。誰が鑑定してくれたら？ゴーグルズか。いらねえな。カモン。地味だね。じゃあ、先の方ね、探索していきましょう。はい。おーっと。確認。やっぱり肝を納品して、一段階奥に来たら、やっぱ敵もちょっとね、微妙に強くなってくるけど、右側のね、暗いとこよりもマシかな。そんな気しますね。切り込み位置で、後列にやって。一回レンジャーを挟んでるんで、ダンサーから挟んでるんで、どこ攻撃しても届くようになっております。まあ、この辺はガードしてね。まあ、これは普通に打って、スペルで、ブラスト後方で、まあ、ディフェンドでいくか。頑張って。イエーここがね、悩ましいんだよね。結構これでやっちゃうと、MP 消費しちゃう気がするけど、あ、消費しなかった。OK。さてさて。ここで、なんか話が進むのかな？なんかめっちゃ緊張しますよ。とりあえず死んだらとりあえずリセットしてます。とか言っときながら、LP 減ってるけどね。こっち行こうか。なんか、うわーなんかいるな。行って。ここも待ち伏せか？気づけ。よっしゃ、気づいた。チェック。ほう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 。いい感じだね。マップで確認すると。3箇所あるからね。ここも回れますね。まあ、一回やってみましょう。何が来るかな？ハーピー系はね、まあ、一回全滅したんで、嫌な思い出しか残ってないんで、戦わないです。確認。19、21、22いけますね。戦います。お願いします。はい。じゃあ行きましょうか。切り込み。で、早速ね、ウィザードが、ハイキャストっていうのを覚えたんで、そのハイキャスト使っていきましょうか。足止め使って、スペルじゃなくてスキル、ハイキャスト。ファイヤーブラスト、違う。これで、2回選べるわけじゃなくて、1回で2連続ってことになるのか。なるほどね。これもね、よく分かってないんですけど、多分そのままなんでしょうね。迷宮出るまでな継続する回避が上がるんで、まあ1回目使っておきましょう。イエーイ。OK。頑張って。オッケー。回避するね。オッケー。だけどね、このぐらいの敵ならまだいいんだけど、
結構強めのやつだったら速攻ね攻撃反撃食らってね死にかけちゃうんで、おっとシオンさんが来ましたね。ハイキャストル2連続ですよ。うわそこまで MP っていうか敵の HP がどこに届いた。まあドリアードにやっちゃったか。 OK、 はいはいはい、切り込み後方に、うん、もうこれ終わりそうですね。一応うん、足止めはいい。あ、ちょっと待って、間違えた。スキルで鉄壁で、うん、これでいいや。オッケー、イエー。あとはもうコースでいけるでしょう。イエー、うまっ。さてさて、じゃんね、大爆発一択じゃないですか。イエー、珍しいの入手ならず。はい、じゃあまあね、行きましょう。こっちね、いよいよ話が進むのかな。どうだろう、確認。2121、いいね。スキルで切り込みで、スキルで切り込みにやっぱガードですよね。攻撃して、はい、これで OK。 いや、もうあとはもうレンダリーや。OK、 イエー、ジョン、一応こっち行こうか。お、あ、やっぱ行けるんだ。音が変わった。その前にこっちを先にね探索しましょう。ここで勘抜きが。オッケー、これで、ね、いけますよ。ということは、このポイントとかも、こっち経由しないから、一気にいけるってことですよね。で、こう、帰れるようになったら、この、必ず帰る。そんな感じにね、深追いしない。よし、ちょっと MP も余ってるし、ハイキャストでファイヤーファイヤー、オッケー、お願いします。うん、イエー、はい、高速で、イエー。あ、間違った、ボタン押しちゃった。はい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 。はい、帰ろう。はあ、地味だね。レザーキャップル、マジカルハット、アサシンマスク、アサシンマスク5。結構いいんじゃね？まあ、ちょっと、一応確認しましょうかね。カーミット。アサシンマスク、ここだよね。ダメだな。ジャンヌと、あ、シオンさんとかどう？マジカルハット。あ、そうだよね。微妙だな。ダメだな。まあいいや。おっさん、ちょっと買い取ってよ。防具で、整理整頓して、アサシンマスク。あ、ま、なんか、連打しちゃった。はい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 。ね、いいよね。OK。この辺も使わないから。結構ね、地味にお金が溜まっていってんですよね、結構ね。はい、セーブして、ああ、一応チキンなんで、この転職前、セーブしてます。はい、じゃあ先ほどの続きですね。どんどん行きますよ。どんどんじゃなくて、ゆっくりとじっくりと確実に。なんで、今回、ショートカット、勘抜きが取れたんで、ここと、ここと、
ここ経由していきましょう。先に一気に奥まで行こう。よっしゃ。この移動中にちょっとね、ビールでも飲みながらね。おっと、宝箱。いきなり戦闘会。一応確認。いや、いけますね。でも本当に、レンジャーだっけ？どこを攻撃してもいけるようになったんで、本当助かります。まあ、いいよね。いいよね。いいよね。オッケー。結局、ナイトがね、回復じゃなくて、その、ターゲット引きつけるのを覚えてからもう一択なんで、ちょっと寂しい感はありますね。はい、お願いします。カラス、もっと呼んでもいいんだよ。結構カラスがね、いつの間にか増えたりするんで、切り込み位置。D。いや、一応後方に飛ばして。一応忘れた。こっちやっとこう。だけど、これでいいか。結構神とはね、反撃食らうと弱いからね。速攻なんか、ダメだったりするんで。ちょっとゆっくり見てみよう。ああ、かわした。ああ、よかったよかった。いい感じ。はいはいはい。もうすぐレベル上がるね。こいつらもね、ここを来てから初めて会ったって感じですね。切り込みにやって、どうよく見てないんだけど、まあいいや。ターゲット引っ切って、まあ、MP 温存でいきましょう。結構ね、2回ぐらいね、待ち伏せできるんですけど、5消費、20消費でいけるんだけど、それだけで終わっちゃいそうな感じなんで、あ、もう連打でいいのかな。コースで。OK、いい感じ。まあ、だけど探索の方もしたいんで、一回、555使って、さっきの奥の方に進んでいきましょう。何？下着か、敵確認。19、いらないなぁ、やめとこう。どうだ？お、帽子。こいつが強いんだよ。こいつも無視、やり過ごす。戦ったの本当に昔だから、もしかしたら、今なら倒せんのかもしれないけど、怖いんでやめときます。で、そろそろね、3回、4回目なんで、次ハーピー来たら怖いんで、ここの辺で戦っときます。はい。まあ、集中しといて、あ、クロッカーにはもう任せたよ。一応ね、足止めして、はい、お願いします。あ、いきなり反撃食らっちゃった。 OK、 違う、カーミットはトライステップ、スキル鉄壁の守り、足止めはもういいから攻撃してもらって、はい。OK。よし、もうすぐで神と上がる。毒ガス。うわ、ニードルか。指輪、地味だよね。
はい、じゃあね。鑑定。毒消し。聖弾。爆薬。こっからですよ。カモン。回復。カモン。運気は初めてですね。とりあえず MP。排気はだけして、あとまあ次んとこで回復するやつ使えばいいか。待ち伏せする、待ち伏せだけしに来たわけじゃないからね。指揮使ってカモン。わお、わお、25ハッピー。怖いんだよな、こいつらが本当に戦うのが。やめます。杖か。お、なんかいい感じだね。なんか本当に行こうか。 OK、 やるじゃん。で早速ね、ちょっと MP じゃなくて毎ターンこれ使っといて、切り込み値いいね。レイヴンは呼んでくれるから、たまにうまいことハマると経験値がなんか2万近かったりするんですよね。鉄壁使って、まあ足止め使うよね。はいはい、ハイキャスト覚えてるからハイキャスト使っていくよ。マンドロガラ、え、何、マンドルゴラ、マンドラゴラ。はい、まあここはちょっとゴージャスに回避、クロッカーのためにもね、回避をね。オッケー。お、なんかうまいことハマったね今ね。首切りじゃないけど2本目がね、いい感じで即死攻撃することがあるんですよ、侍の武器はね。だからまあ逆にそれが変にはまる時もあってね、ちょっと怖かったりするんですよね。敵がね、敵が使ってきて即死で死ぬってことも結構話で聞くんで、ハイキャスト、ファイヤーブラスト、レイヴンに使っていこうか。ヒットはいいとして、まあ回避頑張っていこう。全然死なねえな。 OK。 はいはいはい、これで今回でドリアード終わりか。案外この28とかね、結構この辺の感じ倒せますね。ただドリアードがこれ逃げることがあるんでちょっと怖いよね。使う、違う、ファイアーロッド、ファイアーロッドをドリアード、はい、お願いします。やべえぞ、やべえぞ、やべえぞ。ちょっとやばいぞ。ドリアードもうちょいなんだけどな。切り込み2にしとくか。スキルで、ああこういう時ねちゃんと使っていこう。これだね、使って切り込み1、レイヴンで切り込み2使って、スキルでハイキャストでサンダーブラスト。
やっぱこれ一回戻ろうかって感じだよね。スキルでマルチキュア。いい感じ。オッケー。はいはい、そろそろやばいぞ。そろそろね、ちゃんとこれもね使って、ちょっと聖なる光、何これ。ああ、一回使って効果が切れたら、この一回の戦闘で一回しか使えないってことね。ちょっとドリアード集中攻撃しようぜ。よし、もういいね。アスペルでマルチキュー使っていこう。OK! 終わった、いい感じ。結構おいしいね、経験値で。報酬が地味っていうね。じゃあ早速カーミットとあのクロッカーレベルアップさせましょう。イエイ。でクロッカー、イエイ。こんなもんか。スペルでクロッカーでマルチキュア。なんだかんだ本気出すつもりなかったけど、まあ一回帰ろう。もう一個下。うん。違う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 。はい、お願いします。もう一回。OK。うん。ああ、まだ来るか。確認。20。まあ、行くわな。いいよね、使っていこう。よし、お願いします。あー、食らっちゃった。まあでもなんとか倒したよ、最後に。ハイキャスト、ファイヤーブラスト。OK。23地味に強いな。OK。 OK。 よっしゃ、帰れた。はあ、バトルスタッフ、おいえ。使うとマルチキュアなんだ、すごいじゃん。お、精霊の杖プラ8で出るじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。まあギルドに戻りましょう。で、一応ね、ゴーグルスじゃなくてシオンさん、シオンさん装備できるのかな。装備できねえな。うん、まあ、クレリック用ですよね。まあ、攻撃力下がるけどいいよ、装備しとこ。あとはなんだっけ。間違えた間違えた間違えた。どっちでもいいんだよね。まあいいや。はいはいはい。一応ね、ドワーフのおっさんに精霊の杖、まあ一応置いとくか。
今2個あるってことだから、ハイキャスト2回使えるってことだからね。マルチQか、マルチQは使えるってのは結構大きいからね。じゃあシステムセーブ。よし、はい、行きます。間違えた、ここじゃなかった、間違えました。よし、今回は奥に行きましょう。マップ、ですね、そうね、ここね、この先ね。いよいよ話が進むのかな。はい、なんだ、なんかいますね、明らかに怪しい何かいますね。まあ、周りのマップ埋めしましょう。一応敵のターゲットを地味にこっちずっと見てるんですよね。あいつ一応追いかけてきてる。ちょっと見られてる感じで。ほいじゃあまあね、よし行こうか。一気に BGM 変わったね。よし行こう。なんか Twitch で配信してるときはちょうど下の文字のね、広場のような場所の跡がね、配信中でも文字で見えないんですよね。場所へと出たかな。まあいいや、うん、なるほど。暗くなったぞ。現れたか、ダークナイトか。魂の源を忘れた輩よ、また来やがるのを待っていたぜ。今日は貴様らのために面白いものを用意しておいた。なんだ、おいおいおい、行け、資源の地に封じられた者よ、自らを蝕む者を叩き潰せ。いやー、一撃必殺っぽいな。決闘士か。はい、じゃあ頑張っていきましょう。とりあえず集中、まあ集中、一旦目は集中。と、足止めして。魔力強化。で、スペルで。一回ダンジョン出ちゃったから、まず一回目はこれですよね。よし、バネッサ。任したぞ、守りは。タウタバ？うん、これは攻撃低いんですけど、命中とね、回避は下げるんで。やりよるな、バネッサ。で、一応範囲攻撃怖いんで、聖なる光でも使っときますか。で、集中一旦目にしたんで、トライステップが使えます。ラッシュが使えます。ガードして、足止めはもういいから攻撃してもらって、だから、そのレンジャーのね、ジャンヌを、忍者にもしてあげたいんだよね。はい。まあ、そんな感じで、魔力強化から次はね、ハイキャストを使って、ファイヤーでいこうか。アイテム、使う。いいよね、これ、ハイキャスト使え、マルチキャストこれで使えるから、大きいよね。アイスロット。お願いします。よっしゃ。
でも、あの、全体攻撃なさそうな気はするんだけどな。避けおるな。うわ。うわお。ここだ。おいおいおい。そこだ。おいおいおい、めっちゃガード強いぞ。そこだ。ダメだ、全然効かねえぞ。まあゴーグルかわしたからよかったけどさ。で、ちょっとなんか敵一体の位置で命中回避後下げていきましょう。で、怖いな。いきなり反撃食らいそうだしな。まあ、頑張って。死んだら、もうあれだけどね。ちょっと待って。カーミットに関しては、集中して、うん、どんどん下げていこう。ハイキャスト、魔法も、返しおるでな。どんどん上げてこう仲間の。おっしゃ、おっしゃ、ダウンした。お、回避しよるな。オッケー、結構通るな。うわ、いけ一発目で反撃食らった。オーマイガッシュ、バネッサやりよるな。で、トライステップ使って、うん、 D 足止め、もうずっともう足止めしといて、ハイキャストで今度さアイス使ってみようか。スペルでハイキュアクロッカー、 OK。かわした。オッケー、通った。かわした。オッケー、通った。かわした。クロッカー頑張って。オッケー。イエー。うわ。よっしゃー、いいねー。いい感じだよ。カミットがね、弱いんだよね。やばい、やばい。結構きついね。だけど、まあ、この辺使っとくか。集中。集中。スキル、鉄壁、足止め。スキル、ハイキャスト、ファイヤーの方が効くっぽいな。ちょっと待って。ハイキャスト3何しよう。スペル。まあ余裕あるから。まあ今度こっち行っとくか。頑張って。うわお。オッケー、かわしてかわして、クロッカー頑張って。イエー、オッケー、よっしゃ、全弾成功。オッケー、倒した、倒せました。準決勝。ナックル、カタール系はね、まあ損したことないんでね。魔物へ、お前押せよ、これはカーミットじゃないですよみたいな。遅れてすまない。遅いよ。よくやったぞ。あとは僕に任せ。姿を認めると、ああ今日に姿を見せたってことだよね。消えた、なんだと。取り逃がしたか。しかしあいつ何者だ。なぜここに。カリウドたちから君たちが
多くの酋長と接触していると聞いてね。もしかしたらここに。それにしても、うん、なぜよりによってこの場所に。あの巨大な石板は太古の遺跡の一部だそうです。ほうほう。この剣の町ができる前から存在し、強大な魔力を秘めているそうですが、今では小汚いオークどもに崇められているだけです。どんな権威も時代によって変化する。堅くなに何かを信じることほど愚かなものはありませんよ。そうは思いません。神を信じるなということか。いきなりなんだって。失礼。確かに唐突でしたね。変な人。あの魔物の剣、僕に任せておいてください。さっきの鎧の騎士のことを魔物って言ってるぞ。やつは僕たちが現れたのを見て慌てて逃げ出した。慌てて逃げてはないよね。力では僕に分があると見ていいでしょう。多分ないよね。部活に手を出して火傷をしないように。いいですね。うん。ああ、ワープストーンみたいなやつだよね。これで、あの、準決勝が、入手3つできたから、もしかしたら話が進むっぽい感じだよね。まあ、せっかくなんで、すぐそこのね、ここだけちょっとやっていこう。待ち伏せポイントね。帽子か。帽子なぁ。帽子なぁって感じだよね。間に合ってますかみたいなね。OK、こんな感じで。もういきなり反撃食らっちゃったよ。はい、キャスト。キュア。あ、配球の方が良かったね。まあ今回は切り込み的でもう終わるか。ガードってこれ何回も使えんだよね、精霊の杖って。わお。まあ切り込みしとくしかないね。もうちょっと怖いよね。普通に攻撃しよう。マルチケア。OK。 いやー、舐めてかかると結構やばいね。違う。ゴーグルス。マウスキュア。
機は？よし、帰ろう。マップ。よし、ボスも倒したし。話が進むっぽいね。聖なる小瓶ガラクタ。ナッコーナッコー、鉄のナッコー。おいえ、破れたって。どうだろう、なんか明らかにシオンさんのマジカルハットを更新できるか。できねえな。ゴーグルスは、微妙だな。まあ更新なしということか。まあ、ギルドに戻って、まあ、商店で処分しましょう。レザーキャップ破れた時に、ごてお前みたいな。この辺カービィとか装備できるのかな。ウッドヘルム、ダメだな。ダメね。レザーキャップダメだね。どれもダメじゃねえか。じゃあちょっとセーブして、で団長室ちょっと話してみようか。おかえりなさい。それじゃ報告だよ。おかえりなさい。そういうこと。よっしゃ、倒してきたよ。あんの？秋山殿？いや、よろしくね。準決勝を渡す。待ってたわ。今3つあるから、次のやつが3つ必要なんですよ。なんだけど、ほう、敵のチャーム攻撃を1回防ぐ。ちょっと待て。別に彼女じゃなくてもいいんですよね。とりあえずちょっと他のとこ回っていきましょう。王宮で姫、ようこそ。ああなるほどね。真ん中しかなかったと思ったけど、竜だけにしか渡せないってことか。はい、渡します。ということですよね。だから次はマリリス、次は竜じゃなくてマリリスとね、ちょっとマスクの女みたいなね。今回は竜に。Yeah。 確かに受け取ったわ。 Yeah。 いよいよね。おいっす。
ええ。うん。なるほど。では現地で。はーい、話がちょっと進んできました。レベルも9に上がって、もうすぐ、もうすぐじゃねえな、とりあえず13までは上げてるんですよね、1回ね。そこから転職してるんで、14に上がった時に初めてまたスキル触れるっていう感じですね。まあ、今回はボスも倒したし、話も進んだし、セーブして寝ようかな、そんな感じに思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。